めの宝座いあせん。今までの動画でも何回も紹介してきたんですけれども、僕が初めて台湾に行って一番感動したのが優先席の扱いですね。日本ではもちろんお年寄りに席を譲るっていう教育はあるんです。でも空いてたらもちろん座るし、まあ若い人とかでね、シャイな人とかだと座って譲れなくて、まあ聞いたふりをするとか音楽聞いたふりをするとか、そういう人がいたりする。でも台湾は優先席は譲るのは当たり前、それで優先席あっても座らないみたいな、そういう教育がちゃんとされてる。だから MRT とかで混んでても必ず空いてるんですね。僕もね、昔からやっぱりそういう優先席は守んなきゃいけないと、まあ、強く思ってきた人間なんで、まあ、優先席には基本座らないですね。どうしても優先席を利用したいという時は、まあ、優先席に立つ、優先席の上に立つ、まあ、そういう感じで利用させていただくことはあったり、なかったりですかね。今日は日本の若い人が優先席ってちゃんと譲るのかどうか、もう慣れちゃうと譲ったりしないんですよ。だから今日は僕が台湾ではこうだよっていうのをしっかり示して、それに対して日本の人たちはどう考えるのかっていうのを聞いていきたいと思います。ちなみに台湾行かれたことあるんですよね。はい。優先席とかちょっと日本と違ったり、全然座れなかったんじゃなかった？座れなかった。なんか座る人が全然いなくて、そう、はい、そうなんですよ。あれどう思いますか？もったいないな。空間がもったいないと。うん。座ってもいいのに。思っちゃいますね。でも逆にこう日本人ってこう譲れないみたいな。あるじゃないですか、座っちゃった手前。でもあからさまな人は譲れますけど、なんか言ったら失礼なんじゃないかぐらいの年齢の人は、特に女性だと確かちょっと気使いますね。分かりやすい人はもう杖3本ぐらい出てる人が譲れるけど、そうですね。そんな積極的に、あ、今のタイミングで立てばよかったのになとか思う時ありますね。はい、台湾の電車って優先席だもんね。いや、それは素晴らしいと思いますよ。素晴らしい、はい、当然と思いますけど、まあ、僕はまあ空いてたら、誰も譲る相手がいなかったら別に座ってもいいんじゃないかな、ちょっとの緩さはあってもいいかもしれないなと思います。厳しすぎるんじゃないかな。そうですね、いいと思いますけど、すごく。いや、私は違くて、やっぱり声をかけにくいお年寄りの方もいると思うので、はい、あとその目に見えないような、ちょっと不自由さを持ってる方もいると思うので、なるほど、開けとけばいいんじゃないかなって。なるほど、それは新しい意見。確かに今でみんな、そうですね。間違いないですね。さっきすごい自信持ってたの。あ、僕も全然座りますよ。座りますけど、もう明らかにちょっと辛そうな方がいらっしゃったりとした場合はもう当然譲りますし。座らない。私も座らないです。おお、すげえ。隣で座ってても横で立ってたりすることもあるんで。あ、そうなんだ。なんか集団とかで、例えば4人グループで3人座ったりしても立ってる。そこはやっぱり日本人の流れに任せて座っちゃう。僕は空気読んだ。空気読んだ。日本人らしいですね。はい、続いてはこちらのお二方です。元気ですか？イエーイ。おー、テンション高いけど低いね。あ、人見知り。あー、人見知りでね、ちょっと怖いもんね、顔がね。怖くはないです。だいぶ怖いです。怖い、うるせえな。どう思いますか、そういうの。いいと思う。いいと思う。いいと思う。なんで？私は譲るのもいいけど、うん、そのまま先にそこの席に座らないで、スムーズにそのお年寄りとかが来た時にその席に座れたら、交渉じゃないけどしなくって、そのままスムーズに座ることができるから、もともとその開けておいてあげるっていうのはとてもいいことだと。なるほど、だからお年寄りが気を使っちゃう。ああ、そうですね。譲られたことに対して、だからもともと開けとけばいいんじゃないかと。意外としっかりしてますね。舐めないでください。いやー、ごめんなさい、舐めてます。ちょっといきなりでかい声出すから。もうじゃあご自身だったらどうですか、優先席は？座らないです。座らない。座らない。まあ体力あるからね、まだ。そう、そうですね。ないでしょ。ぶっ殺すよ。ぶっ殺されたら怖え。常に開けておくっていう教育だって。全然電車の中が空いてるとかいう場合は、はい、逆におかしいかなって思うので、空いてるのに席が。座る。座ってもいいんじゃないかなと思います。微妙なラインの方でも譲れる。ああ、まあ、その人に向けて譲ったんじゃないよって思うぐらいの速さで立ちますけど。そうですね。はい、ここ向けやけなみたいな。そうそうそう。うまいですね。優先席についてちょっと。あ、はい、すみません、なんか YouTube なのにちょっと待って。電車の話です。
か。いや下ネタとかのいいですか。やっぱ下ネタ嫌いですもん。ですよね。僕全然ないんでそういうの。ないですない。本当僕も嫌いなんですよ。あらよかった、気があったよかった、ありがとうございます。座る人かまって座らない。座っちゃうんですよね。なんか場合によるんですよね。なんか人がガチで少なかったりとかして、もう明らかにこれは座った方がいいなって状況の時は座りますからね。なんか逆に立ってる人が多すぎたりしてもダメなんで。僕、個人的な意見なんですけど、あの角席好きなんですよ。ああ、わかります。角席好きで、はい、みんな取るじゃないですか。取る、日本人取るね。で、やっぱ空いてるとこって言ったら優先席なんですよ。だからそういうところで座っちゃったりして。確かに。まあ、お年寄り来たらちゃんと譲りますけど。譲ってもね、こうなんか私は元気だから大丈夫だと、うん、この逆もありますからね、またこう。そうだね、はい。譲るとしたら、この子立った方がいいんでみたいな感じで親御さんに言われちゃったりして。あー、難しいですね。空いてる、どんなに混んでても座んない。優しい。そうなの。ああ、優しい。でも優しい。うん。でも逆にその優先席で問題に1個なってるのが、そのあまりにも厳しすぎて、例えば目に見えないちょっと足が悪かったりとかいう若者が優先席に座ってるだけで写真撮られちゃったりすることもあって、それでネットで晒されちゃったり。そんなことするんですか。逆の問題も出てきちゃったりする。逆に目立ちすぎちゃうんで、そこで。そう。ああ、なんかそれもちょっともうしょうがないじゃないですか。足痛いんだったら座ってほしいし。それはそれで、あ、なんかしょうがないなって思うんだけど、それで晒されちゃうっていうのは嫌ですね。そこって難しいですね。要は真面目すぎるのも、真面目すぎるのもそうですね。確かに確かに。そうですね。